2018明治安田生命 J2 リーグの第15節です。今日は2018年6月27日シティライトスタジアム、5月の18日雷雨のために62分で中止になった再開試合、ファジアーノ岡山対東京ヴェルディのゲームをお届けします。残り30分近いゲームで決着をつけるということなんですが、あのリスタートもコーナーキックからということでね。そうですね、これどういう入りをするのか、はい、チームとしてどういう、こう方向性でいくのか、ぜひゲーム見たいですよね。さあそれでは前回の、5月18日の中断となったゲーム途中までご覧いただきましょう。かなり強い雨の中でのゲームとなりました。まあ、この時までヴェルディは4連敗中と非常にいい、まあ、チーム状態良くなかったんですが、前半の20分に先制ゴールがヴェルディに入りました。いやこれピッチ悪いんですけどね、はい、しっかりとした技術、まあ、これから楽しみな選手ですよね。藤本が J 初ゴールを決めました。いやしっかりとしたコントロールですね。記念すべき初ゴールとなった藤本です。で後半に入ると岡山の方がかなりこうペースを握ってチャンスをたくさん作りました。そうですね、得点いつ上げるかなっていうぐらいの勢いがありましたけどね、はい、で16分のコーナーキック獲得の時点で福島主審が試合を止めます。いやかなり激しい、まあ、雨、それから雷が広かったですね。この雷ね、はい、まあ、雨もそうなんですが、こう雷というのは、ね、非常に危険ですからね。はい、まあ、非常に雨が激しかったですよね、はい、で結局、まあ、安全を確保できないということで、試合が62分で中止となりました。さてその再開方法の実施ということなんですが、まあ、一番気になるところはですね、まあ、出場選手などがどうなるかというところです。まあ、怪我とか病気などで出場ができない場合は中止試合の控え選手から選手を入れることができます。でこれは交代枠には入れません。で控え選手の中でエントリーできない選手がいる場合には新たな選手を別に補充できるということになります。さあ残り28分、勝ち点3を取って6位に浮上するのはどちらのチームでしょうか。15節のメンバーと変わらないファジアーノ岡山です。まあ、このままの配置でしょうね、はい、そしてヴェルディです。まあ、こちらはですからちょっとフォーメーションも変わるだろうと、あの若さが右サイドバックだったんですが、その代わりに畑中を入れましたので、この3バックというフォーメーションを予想しています。さあ再開試合のスタートです。最初のコーナーキックはニアへヘディング、後ろにすらしました。フリックをしてそのセカンドボールです。三村戻す、クロスボール、低いボールからシュート。上福本のセーブ、斉藤の枠には行ってましたか。まあ今いいプレーでしたけどね、いやヘディングシュート、斉藤わずかにクロスバーの上でした。いや当たってはいるんですけどね、よし高いボール入れてくる。オフサイドフラッグが上がっています。セットプレーに出してオフサイドダンプをかけるなという、ね、日本代表のプレーがありましたけれども、まあね、ちょっとトレンドになるかもしれませんけど、はい、まあ紙一重ですからね、あの今の、あのオフサイドのルール上は、はい、リオンジが今サイドにいますからね。ここはおっと倒れた、どうか、これはなりませんか。ここですが、あボールには打ち渡ってますよね、末吉、ブランダ、仲間、クロスボール、リガルサウンドズもいる。いやあ、ここは武田もいました。やはり高さを使ってきました。そうですね、
ここで笛が吹かれました。0対1ベルディ逃げ切りました。勝ち点3を加えました。ベルディが勝ち点3を加えてこれで6位に浮上です。雷雨のために中断そして再開試合となりました。この第15節のゲームファジアの岡村対東京ヴェルディは0対1東京ヴェルディが勝利となりました。